京都市北区にある禅寺大徳寺。茶人千利休ゆかりの場所として名高いこの寺は、茶の湯など日本の伝統文化に深く関わってきました。先ほどの粉雪がボタン雪に変わってきました、ここは大徳寺です。大徳寺は千利休ゆかりの寺ですけれども、茶の湯の歴史を見ると利休とともにもう一人自害した古田織部に出会います。侘び茶を大成させた千利休とその弟子古田織部。茶の湯が政治権力と結びついていた時代、利休は秀吉に、織部は家康に切腹を命ぜられ、無念の死を遂げます。桃山の茶の湯というのは、利休で大成して、織部で終わりました。利休の茶はルネサンスの茶で、円形で、閉まっていて、狭いところに向かって、究極のものへ到達しようとします。これに対して織部の茶はバロックの始まりの茶とも言うべきもので、広がっていて明るくて、ぶばっていて大きいものというふうに言えると思います。しかし二人の自害した茶人を受けて、これを統一する必要があったわけですね。そこに一人の武人であって茶人が登場してきます。ここは三元院という塔頭の一つです。この三元院で当時の春屋僧園から号をもらった人物が二人いました。一人は古田織部ですが、もう一人は上田宗子という武人であって茶人である人物でした。上田宗子は23歳で秀吉に仕え、利休の侘び茶を学びます。三元院の古文書に古田織部と上田宗子の名前が見られます。利休亡き後、宗子は織部の門人となり、織部の多彩な創作の茶に深く入っていきます。私は今この上田宗子に大変関心があります。でもいっぱい謎が多いんですね。いろいろ推理をしたり、謎を解いていったりしてみたいというふうに思っています。上田宗子は元和5年1619年芸州浅野42万石の家老として紀州和歌山から広島へと移ります。宗子は秀吉側近の時代から武将として茶人として知られてきましたが、宗子を偲ぶ肖像はなく、その人物像は解明されていません。宗子の遺志を継ぐ上田家は武家として茶道を継承してきた旧家です。上田家には宗子が残したおよそ1万点に上る古文書や茶道具が大切に保管されています。その多くはこれまで公開されることはありませんでした。現在上田家を受け継ぐのは16代上田宗氏さんです。これが上田宗子が地獄家の官位を授かった時の苦戦案でございます。豊臣重康となっておりまして、すでにこの時には豊臣姓を名乗っていたようです。秀吉配下の武将として伏見に屋敷を授かり、茶の湯にも深く入っていった時期でもあります。昭和20年広島に原爆が投下されます。しかし
上田家の蔵の中に収められていた多くの古文書や茶道具は焼失を免れました。今年上田家は上田倉庫没後350年を迎え、これらの資料を初めて公開しました。倉庫自作の茶杓敵隠れは、大阪夏の陣の戦場で敵陣を待ち受けながら悠然と竹を削り作ったと伝えられています。本来作為を込めない竹の花入れも、倉庫は鋭くなたで削り、内に込めた豪放な精神をあらわにしています。胴の中央に刀傷を入れた倉庫作茶入れ、茶人が作らなかった茶入れを倉庫は自ら作っています。倉庫が残した茶道具を見、古文書をひも解くと、上田倉庫の世界と武家の茶道が浮かび上がります。上田倉庫の茶の湯の歴史を語る貴重な資料に、倉庫様お聞き書きという古文書があります。広島市が行っている上田家古文書調査の委員、国立民族学博物館熊倉功教授は、倉庫様お聞き書きの中に美しきという新しい言葉を発見しました。熊倉さんはだいぶこの上田家に伝わってきた茶書をお読みいただいたりしてご研究されたということなんですけども、だんだんどういうことが分かってきたんでしょうかね。今度は龍谷大学っていうところで出た本でね、吉南がその織部に到達っていうことがはっきり書いた本が出てきたんですね。茶道長文食当書、紀州和歌山の領主浅野吉永に仕えた倉庫が、吉永と共に古田織部から茶の湯について聞き学んだことが記された古文書です。この内容から倉庫が利休と織部に直接茶を学んだことが分かりました。その倉庫はその織部を通して利休に行ったわけじゃなくて、利休からも受け、織部からも受けてっていうことになりますよね。そうですね、そのことが非常に今度はっきりしてきたのがこの、家元から出されてきたこの出てきた新資料、ね、そうですね、これは倉庫聞き書きと言って、よろしくございますか、はい、例えば、ご流儀の茶碗のなりはいびつあるいは裾広がりを用いるというその茶の湯のね、はい、茶碗の使い方なんかが出てくるんですが、そういう言葉の中にね、その美しきものがね流儀のもんだ。例えば当流は瓦だけ薄く美しきというふうな言葉が出てくるんですね。美しきという言葉は利休織部が活躍した桃山時代の茶の湯の世界にはなかった言葉です。聞き書きに見られる美しきという言葉は倉庫の茶道具の好みについて書かれています。これは新しい言葉ですよね。そうなんですよ。美しい、つまりね、利休っていうのはね、黒の落茶碗に象徴されるように、